サーキットを楽しみたい大人たち来ましたか今日も。来ましたよ、はい、今日も。今日誰でしょうか。はい、うん、今日もですね、群馬のサイクルスポーツセンターから、いいですね、はい、サーキットを走る楽しさをお伝えする企画をやっていこうと思います。はいはい、第2弾はですね、うん、今日この方に来ていただいております。どうぞ。キャイン、どうもよろしくお願いします。いやー、嬉しいですね。ようこそ群馬へ。無理してますよね。さっきまでそこじっとしたのに。そこやめてくださいよ、テレビさん。そこシュッとしててやるからよ。いや。なんであの、急に立ち回って。邪魔なんじゃできないんだよ。それなりの、もう、邪魔なんじゃできない。急に上げてますね。とんでもないですよ、テレビさん。もうね、こっからね、あの、仕事しますから。いやいや、どうぞ、すみません、ありがとうございます。はい、というわけで、今回のゲストは、宇都鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくちょっと面白かった。いや面白いこと言ってて、いやこれが一番難しいんですけどね。ジャンピングにパーッと行きましょう。あ、すみません面白い。いやテニスやめてください。いや今ね面白かったから。いや面白かった。もう一回やってもらえますか。もう一回本当ですか。にゃーいやあ、ヒコじゃなくて猫踏んじゃったと。やめてください、ほんとに。今のはね、普通でした。すいません。テニスさん、お願いしますよ。ウドちゃんといえば車大好きなんですよ、ね。そうなんですよ。だってもう、土屋さんのマナ弟子ですよね。え、そうだったの？よく言うよ、ほんとに。いや、土屋さんって、テニスさんテレビでお世話になって、我々キャインは。これもう、キャインはだって土屋さんの、もうドリフト私に乗せてもらったことあるんですよ。あるよね。そうなんだ。はい、それはマナ弟子じゃないと思うよ。乗っただけじゃない。そうなんですよ。許してくれないですからね。あらハンドル見たら本当すごいですよ。ね、車のね、今 YouTube チャンネルとかもね、皆さんやってらっしゃいますもんね。そうなんです。竹岡さんのおかげです。竹岡さんのお世話になって、本当に。あれですよ。なんか印象に残った車ってあるの？そうですね、あのグロリアスーパーシックス、僕やっぱりあの時代のグロリアとかが大好きで、かっこいいですね、うん、ああいうこうライト周りの、そうなんですよ、こうあのライトのあの外側に少しこう広がってる感じとかね、なんかまた面白いことやりたいんじゃないの今。やりたい。僕今車のこと言ってるだけで何も飛んでないですよ。はい、というわけでね、ウドちゃん車大好きなんですけど、運転するの久しぶりですよね。そうです。前高岡さんのおかげでサーキットに一緒にね、サーキット行きましたよね。はい。その時あの久々に行きましたか。いや直線ぐわっともう飛び込んでってみたいな。そう。高岡さんもすごい。サーキットで走る気持ち。いやサーキット狼世代ですからね。やっぱりものすごいと思う。いいですよ、いいですよ。だからものすごい憧れてキャーッとあのでも広いっていうことは。時間がないんで。はい、次行こう。ウドちゃん、群馬は来たことありますか？ないんです。あ、ない。じゃあ初だ。最高ですね。すごい、ありがとう、群馬。群馬サイクルスポーツセンター。そうです。よく覚えてますね。そうなんですよ。さっきあの入り口で覚えました。すごいからね。というわけで、そんなウドさんと一緒に今日は初心者から群馬を楽しむ方法、こちらを学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。新井さん、初心者から群馬を楽しむコツ、はい、ポイントはどんなところですか？はい、そうですね、結構路面がここに跳ねるところが多いんですよ。なのであんまり速いところのコーナーは逆にちょっと抑えてもらって、でなるべく中速低速をちゃんとスローインファーストアウトで走ってもらうようなイメージで。結構何コースなんですか？ここは難しいですし、あとはもういろんな自動車メーカーがここでテストしてますからね。でここのいいところはやっぱりこの路面の継ぎはぎだとかギャップだとかがあって、やっぱこう一般の道と何ら変わらないようなこういう路面状況なんで、だから自動車メーカーとしてはここがテストになる。あ、逆にそうなんですね。で6キロもあるから、だから本当テストになりますよ。すごい、そこを体感できるんですか？そう、だからいきなりちょっと前回はね、ちょっと見直しちゃって、ちょっと前回するとね、僕ちょっと嫌な予感がするんですよ。そんなことないですか？いや、ちょっとね、前回は良くないと思うので、まず今日は初めてということで、新井さん、土屋さんのプロのね、技を体感していただこうと思います。ありがとうございます。やったー、よろしくお願いします。はい、楽しみです。どうですか、道場走行にかける意気込みは。いや、すごいですね。まず、土屋さんの道場させてもらったことはあるんですけど、はい、その時土屋さんいつもとか僕がものすごい、あーとか言ってても土屋さんが、はははって笑ってたんで、
石原さんはすごい、あの笑顔が逆に怖かったんで、怖いよね、今日もその笑顔見れるから、そういう風に悲鳴上げると余計やるタイプですからね。怖いですね、怖いですよ、火をつけたら怖いですね。新井さんもこちらも笑顔ですけど、新井さんも前あの共演させてもらった時はまだ同情してないんで、そうですね、どんな感じか、じゃあ今日初新井さんの、はい、ロックマンしてもらうのは世界の新井の横、はい、初、はい、な何で飛べていくんですかこれ。今日はですね、こちらの86で行きたいと思います。すごい、伝説の車じゃないですか。本当です、嬉しい。これで行きますよ。86に乗せてもらえるなんて、ね、うーちゃん、86どんな思い出ありますか。やっぱりイニシャル D ですね、うん、そしてやっぱりあの本当藤原豆腐店、あれで車も豆腐もなんかこう好きになるっていうか、豆腐もなりました、豆腐も好きになりましたよ。だからもうものすごいやっぱりこう憧れて、実車を見たことはあっても乗ったことはないんです。ああ、これですよ、今日ね、はい、ぜひ初めて乗れる、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。いきますかね、うん、はい、じゃあお願いします、はい、まずはどっちからいきますか。新井さん、新井さんから、新井さん、うん、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。うわあ、いいですね。いいですね。いや、行きましたよ。はあ、新井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うわわ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 わ、うどちゃん、でもね、おろしてもらえないから、このまま土屋さんに。うどちゃんね、この男はもっと悪い男だ。あっから、俺もデビューしちゃってるって言ってるから、ね、乗りますよね。本当ですか。そうだよ、いい車だこれ、乗りやすいよ。うどちゃん、このままですね、土屋圭一さん、ドリキン土屋圭一のドリフトをこのまま体験していただきます。いやいや、待ってくださいよ、もう下ろしてあげないから。マジですよ、頑張ってきて、頑張ってきて、ね、いや、俺、ポン行ってらっしゃい。さっきのも現実だったんでしょうか。じゃあ、お願いします。シアさん大丈夫だったの。ちょっと待って、絶対測らないでください、測られたら俺吐きますからって。大丈夫、大丈夫。Oh,
メリーゴーだからメリーメリーゴーランドですよね。だから本当にメリーメリーゴーランド、あのだからあんなに空を八郎市で見たことがないんですよ本当に。おかしいでしょ。ルカちゃんどうでした、久しぶりに乗ってどう。いやいやいや相変わらず相変わらず、いやいやいや腕を上げましたねって、いやいや上がりっぱなしじゃないですか腕がドーンってことだ。面白いですよ。面白いって、いやまだそこの感覚まで行ってないですよ俺は。飛び越えちゃって。あらさんどうでした、うてちゃんの助手席での。いやもうね、なんか横でね一生懸命暴れてるんですけどね集中してないとまずいので、だから途中で応援だけはしないでくださいっていう。そうそうそう。いやだけどさ、新井さんの方が怖いでしょ、コースだから。コース、はい、コース、ね、いや、うん、どうしたんですかって言って、本当にあれほどまでにあのヘアピンがありがたかったことないですよ唯一あそこだけ減速1回だけしたんですよあと全部フルなんですよ。そうだそうだ、おーすごいっす。いやいや、ここコースが狭いから余計そう、ね、余計怖く感じる、ね、景色の流れが速いですね。そうです、対向車来なくてよかったですよ。対向車来ないです、これ一本通行だから、本当に一本通行。いや、ありがとうございましたさて皆様、はい、サーキット走行を楽しんだ後ってどうしても車汚れますよね、うん、やっぱり、うん、街でもそうだよ ね、うん、でも洗車したいなと思ってもここで水使ってね洗い流すと怒られそうだななんていう時多いじゃないですか。いや水が使えない場合結構あると思うんですよね、うん、はい、で実はねそんな時にね便利な商品があるんですよ。なんと、はい、というわけで今日はニューポートの浦上さん、そして販売代理店の鈴木さんを、お招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういうことですか、水を使わない、うん、水を使わないで洗車、汚れ落としからワックスのコーティングまでこれ1本でできるっていう、ね、商品でして、はい、傷にならないですか。傷にもならずに、一応コンパウンドとかも一切使ってないので、はい、なので本当に限られたスペースとかでですね、本当に使いを走った後とかすぐにその場で綺麗にしていただけるような商品になってますので。じゃあ今日半分はそのまま、はい、半分を綺麗にして見せていただく感じですかね、はい、やってみます。はい、はい、いきます。でも大胆に、あそんなもんでいいんだ。そうですね、結構伸びるんで、はいはい、こんな感じでそのまま、はい、で大体10秒から20秒ぐらい置いていただいて、はい、まあ、汚れがこう浮いてきてくれるという、はい、感じになります。でまずこのぐらい経ったら、あとタオルをちょっと変えていただいていいよ、うん、これであとワックスになる、ツヤが出てる、ワックス仕上げ、はい、でも確かにツヤが一応浮かして、洗浄して、でコーティング皮膜がついて、うーん、で汚れとかがついても、まあ、流れやすくなるっていうような感じになります。へー、はい、さっきドリフト、ああ、はいはい、ぐわーって回ってた、タイヤガスね。そうですね、こういったところとか触りますね、はい、やっぱ取れなかったりとかするんですけど、はい、ここにもそれ取れんの、これを、そうですね、こんな感じで、はい、伸ばしていただいて浮いてくると、こんな感じで、すごい、え、取れた、はい、あ、取れた、ほら、取れた、ほら、すごい、取れた、はい、これはホイールが一番いいね。そうですね、ブレーキダスト、はい、ホイールはさ、ブレーキダストで黒くなるじゃないですか。そうだよね、ね、汚くなる、ホイールが一番いいな、これ欲しいな、欲しい、すごい、すごい軽く取れた。これいくらですか。これ1本、3200円で、で車をもし全部やったとして、はい、大体4台分、4台分計算になります。普通じゃセダンタイプで、はい、すごいたっぷり使えるんです、そうです、そうです、そうです。なんで夏場だったら、まあ要するに虫汚れとかがそのまま取れたりとか、冬場であればちょっと寒いので、
洗車がちょっと手冷たいっていうのをこれで水なしで洗車がすることも可能ですよ。なるほどね。ようなどこで売ってんの？まあ、インターネットと、うん、あとは各県であのイベントですね。あ、ネットで探せばいいんだよね。そうですね、インターネットとイベントでお願いします。あ、そう、はい。でもこれだけじゃないんですよね。そうなんです。まだあるんですよね。そうなんです。え、まだあるの？はい、新作が、はい、ありまして。新作、これは、はい、ナイアガラコートって言って、はい、ちょっと面白いんですけど、コーティングの上にするコーティング剤。さらにコーティングの上にするコーティング。はい、コーティングを守るためのコーティング。はい、ということはほら、コーティングってそれこそ10回とか20回洗車しちゃうと、はい、落ちちゃうじゃないですか。はい、それをさらに長持ちさせる。例えばですけど、まあ1年のコーティングがあったとしたら、うん、これをつけることによってプラス半年。おー、いいな、はい、ちょっとやってみてください。やってみます、はい、コーティングね、頼むぞと。だってもうナイアガラコートっていうか、ナイアガラの滝ぐらいにシャーって言ってるからね。なるほど、流れるんですよね。もういいですか？はい、オッケー。もうこれはもうすぐやってるんですか？はい、あ、じゃあ宇藤さんお願いします。はい、とんでもないです。はい、どうぞ。はい、いいですか？はい、持ってますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、宇藤ちゃんすごい働く。じゃあまずさ、はい、あ、やってないの？こっち側にやってみて、はい、でこっちの差を見ないと。そうですね。じゃあこっち側お願いします。はい、じゃあいきます。こっちがやってる。あ、完全にナイアガラですね。はい、まだやってないってことです。まだこれからです。まだやってないんです。さあ続いて、これだ。おお、水が引いた。引きましたね。うん、すごいよ。行きました。ちょ、もう一回やってみて。もう一回水が引いた。もう一回。こっちがやってない。こっちだーっていく、はいはい。こっちは水がさーっと引きますよ。スッと。本当だ。もうナイアガラです。ナイアガラです。ナイアガラです。完全にナイアガラですね。よかった。ちなみにこれお値段は？あ、お値段が、はい、こちらが、はい、3,200円、はい、とこちらが3,900円です。合わせると7,100円です。いや、この番組を見たって言うと、うん、言うと7,100円です。なんだよ。少し安くしない。安定の安定の、はい。じゃあ皆さんね、まあネットで買ってもらうといいよね。そうですね。FW1 ナイアガラコートが気になる方はぜひチェックしてみてください。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、ふるってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。